おはようございます。額縁や次男画房2代目店主、長谷川です。それでは今朝も、定点観測、体重測定行ってみたいと思います。あれ。よいしょ。ガチャ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 。じゃん。71.4。昨日は確か71.8だったんで、少し減りました。しかし、ぬか喜びはできません。油断はできません。はい、次男学校の長谷川でした。ありがとうございました。